ここは戦場の背後を取った。だが策はこれからだ。東に向かい味方を呼び込む砦を確保するぞ。 ナイキだが、気負いすぎる。なぜ背後に敵が。だが所詮は小勢、食い止めよ。 兵の士気も高まりましょう。砦を落とすのに時はかけられ、揺さぶりをかける。何事だ。武田の忍びが砦の中に。北条軍の背後の警戒が薄かった。津久井城からの兵がいないおかげだろう。もっと激しい方が良かったかしら。 武田軍に追いついたわね。お父様や氏政の到着するまで抑えなきゃ。親方様を待つまでもありませぬぞ姫様。この綱重が武田ごとき突き崩してくれる。させるものか。我こそは武田城を勝つより本陣は私が守り抜いてみせる。 私の策を信じて勝頼様は戦ってくれている。そのお心に報いねば。開門。よし、次はあの砦だ。武田が兵を分けて奇襲に及ぶぞ。だが不意をつかれようとここは落とさせぬ。開門。 やるではないか。見事なお働きです。液晶切れましたわ。武田め、小田原城に手も足も出せず逃げ出したくせにしぶとい。私たちは誘い出されてしまったのかもしれないわね。 あとはあの砦のみか。ナイキはうまくやっているだろうか。若、わしの働きをご覧いただけましたか。この程度造作もありませんぞ。開門。これで砦の確保は完了だな。ナイキ、大事ないか。 北条きっての猛将、手ごわかった。だがこれで正行の策が勝ちより。
見事な働きじゃ。そろそろわしにも見せ場をもらおうかね。はい、父上、参りましょう。親方様が動かれたか。もう少しで強撃になる。藤安が来ればまた戦況が動く。今のうちに探らせておくとしようか。弟殿たちは撃たせてもらった。方々参りましょう。北軍が背後に回り込んでいる。これじゃ攻撃されてしまうわ。姫様は私が守る。うらー開門。宇治アスラ北条軍本体、まもなく到着の模様。やれやれ、せっかちじゃねえ宇治アスは。ま、お見事だな。よし、さっさと片付けて帰んぞ。父上、北条の本体が現れました。震えてませんか。もっと激しい方が良かったかしら。クマか。楽しみ。北条をコケにされたままでいられるか。信玄、覚悟。どYeah!
ものの不要の。てめえらの覚悟見せてもらおうか。開門。ゆっくりしようか。